こんにちは、モフトラです。今回はブレンダーでモデリングしたこちらのフィギュアを 3D プリントできる状態に準備する方法を紹介していきます。どでかい 3D プリンターをお持ちであれば、これを丸ごとスライサーに打ち込んで印刷することも不可能ではないと思いますが、そんな大きなプリンターは持ってません。またそのままだとサポートがしにくく、そもそも綺麗に出力も難しい。さらにその先の塗装を考えると塗り分けしやすいようにしたい。ということで、モデルの分割、重なり部の修正、隙間埋め、空洞化、接続部の作成、これらの私なりのやり方を解説していきます。私が 3D プリントフィギュアを作り始めて思わぬハードルだった工程なので、自分が始めた時にこの動画欲しかったな、ってものを目指して説明していきます。少しでもお役に立てば幸いです。もっとこうしたらいいってアドバイスもぜひお願いいたします。では早速、モデルの分割、まずはサイズを合わせていきます。最初から大体のサイズ感を意識して作っておくといいですが、今回は途中で少しスケールを大きくしたくなったので調整します。こちらのツールを使って今のモデルサイズを測ります。ざっくり 200mm ぐらいですね。だいたい8分の1スケールぐらいになります。大きい方が塗りやすいですし、やっぱ存在感もいいので6分の1スケールにしましょう。 S でスケールして 1.3 と打ち込めば正確にサイズ変更できます。自分のフィギュアで過去一でかいです。置き場所とか後悔するかも。これでだいたい 270mm になりましたね。そしたらお持ちの 3D プリンタのプリントサイズの箱を作ります。私のエレブーマーズ3プロはこのサイズ。この箱をいろいろ動かして、だいたいどのぐらいのパーツが一気に印刷できるか当たりをつけます。まひるさんは頭部と上半身、下半身でパーツ分けしようかと思います。ソファーは横の部分と座面、背もたれの4パーツですね。ここでサイズ以外に考えるべき点が、分割箇所を隠せるか、パーツの着脱、パーツのプリントサポート面。分割箇所は目立つので、上半身と下半身の間の分割は服で隠せる場所にします。私のフィギュア大体この手法ですね。水着とか隠せる場所がない場合は服の形に沿って分割するといいです。こちらの動画で詳しく解説してます。頭部分も同様に髪の毛で隠れる場所、ソファーももともと形的に切れてる箇所で分割します。パーツ着脱は、例えばスカート、上半身と下半身を分割することで取り外せるようにしてます。言っときますけど、あくまで塗り分けのためですよ。はい、髪の毛も注意必要な部分です。ちゃんと分割したパーツを組み合わせられるのか、ブレンダー上でこれを確認する方法見つけられてないので、ひたすら見てイメージでやってます。 3D プリント時のサポート面は複雑な形をしていると失敗しがちです。形状も歪みがちですし、跡も残るのでヤスリが消しやすい面にした方がいいでしょう。とはいえ、ある程度避けようがないので考えておくぐらいでいいと思います。分割が決まったら、もともと分かれているオブジェクトをコレクションに分けていきましょう。体の分割は平面で行うので、断面箇所にプレーンを置きます。ソリディファイで厚みを出します。ブーリアンを使い下半身だけを残します。次に分割面に少し隙間を空けるため、分割プレーンを厚み 0.5 ミリにし、またブーリアンを使いプレーン部分を切り取ります。そうすると2パーツに分かれますが、オブジェクトとしては1つのままなので、エディットモードに入ってセパレートバイルースパーツでオブジェクトを分けます。最初からこれで上半身、下半身分ければいいじゃないか。その通りです。一応2通り紹介までに。あとは一旦もともと分かれているオブジェクト単位で分割パートごとにコレクションに分けておきます。
これで分割は一旦 OK。 次行きましょう。重なり部分の修正。レンダリングするときはオブジェクトが重なり合ってても大概は問題ありません。でも 3D プリントするには大問題。物理に歯向かってはいけません。ってことで、分割したパーツ同士が重なってしまっている部分を修正していきます。一緒に印刷するパーツ内でオブジェクトが重なっているのは OK です。今回使い始めた技がオブジェクト透過です。マテリアルタブのビューポートディスプレイ設定のここのアルファを下げます。そうするとこのマテリアルを適用したオブジェクトが半透明になります。これがめっちゃ便利。重なっている部分が一目瞭然。何がいいか、手処理が軽いこと。以前はブーリアンで重なっている部分を切り落としてそこから直したりしてましたが、ブーリアンは重い。ブーリアン当てたまま修正なんて無理。透過なら余裕でリアルタイムに重なっている部分がわかります。すごく時短になりました。これ使ってガンガン直していきます。重なった部分をあえて組み上げに使うこともできます。このソファーはこの後ろの板部分を横のパーツからくり抜くことで組み合わさる場所を作ります。板オブジェクトをコピーしてディスプレイスを当てて若干大きくします。次に横のパーツにブーリアンを当て、先ほど大きくしたパーツを切り出す。これで差し込み構造を簡単に作れます。若干大きくしているのは印刷時に若干変形する分のクリアランス用です。隙間埋め。次のステップは分割パーツ内にある隙間を埋める作業です。こちら左が処理前、右が処理後です。服と体の間に隙間があるのが見えます。こういう隙間があると印刷時にサポートがしづらかったり、無駄に失敗の可能性を高めます。最悪なのは密閉された空洞になってしまうと、そこに硬化されないレジンが残って印刷されてしまうケースです。未硬化レジンがあるとそこから亀裂が入り、印刷後数週間とかにフィギュアが割れます。頑張って塗装した後に割れるのは勘弁してほしい。埋め方は形状にもよりますが、今回の服との隙間の場合は服のローポリバンをリメッシュで作り、そこにかぶさる形のブロックを作り、そこから服をブーリアンで切り出し、残った服の内側に当たるパーツを分割コレクションに入れておけば OK です。ちょっと複雑な形の埋めをしたいときはスカルプトで調整して同様に切り出し、モデルの形状によって埋め方は考えてみてください。とにかくブーリアンをうまく使い、形の引き算でどうやったら欲しい形が作れるかを考えるイメージです。隙間部分にぴったり合わせた形を作る必要はなく、隙間部分を覆い隠せれば良いです。余分に重なっている分は問題ありません。空洞化。隙間が埋まったら大きいパーツの空洞化をします。これはレジンの節約になるだけでなく、大きい面積を一度に硬化させると引き剥がしの力が強くなりすぎて印刷が失敗する可能性が大きくなるので、断面積が大きくなるパーツには必須です。 3D プリントのスライサーに自動的に空洞化する機能があったりしますが、個人的にはあまり好きではないです。全面均一に空洞化し、どこかに穴を開けて中の未硬化レジンを洗い出せるようにする感じですが、これだと内側がサポートしづらいですし、とてもちゃんと洗浄できるように思えません。自分ルールは空洞化した内側が全体的に見えるようにするです。かなり大きい開口を作る必要があるので、確実に見えない場所があるものだけに使えます。今回のフィギュアではソファーを裏側からくり抜いたり、体を上半身下半身の断面からくり抜くということをやってます。空洞化にもブーリアンを多用します。くり抜きたいオブジェクトをコピーします。複数オブジェクトになっている場合はジョインしてリメッシュすることでくっつけちゃいましょう。そうしたらディスプレイスで一回り小さくします。
角周りが崩れること多いので、リメッシュを当ててかなり粗いメッシュ設定にすることで形を整えます。次は元のオブジェクトからこの空洞用オブジェクトをブーリアンでくり抜く。体のようにもともと一つのオブジェクトを分断した面を開口にして空洞化する場合はよりシンプルです。元の一体オブジェクトから空洞化用オブジェクトを作り、分割したオブジェクトそれぞれからくり抜けば完成です。空洞化については詳しく別動画を作っているのでそちらもどうぞ。接続部の作成、分割したパーツをつなぎ合わせるために噛み合わせのダボを作ります。まずダボ用のオブジェクトを作ります。台形っぽくしておくとうまくはまらないということを回避できます。この筒は直径2ミリのマグネットか直径2ミリのアルミ針金を刺すような穴を開けるためのものです。このセットを一緒に動かします。ダボと穴が同じ角度になるように一緒に動かすことが重要です。あとはダボを作りたい場所に持っていって、一方のパーツにはこのダボを追加、もう一方からはダボ部分をブーリアンで切り取る。切り取る方は若干ずらしてクリアランスを作っています。筒の方は両サイドから切り取れば完璧に位置の合った穴が作れます。これを分割面ごとに繰り返す。注意したいのはダボの方向にパーツを外せるか考えることです。そうでないと組み合わさらなくなります。これで一通りの 3D プリント前準備が完了しました。出来上がったパーツはこんな感じです。いかがでしたでしょうか。パズルみたいで意外と頭使いますし、地味に時間がかかる工程ですが、今回紹介した方法で少しでも楽になれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよろしければいいね、チャンネル登録お願いします。ではまたね。